第2代デボンシャー公爵ウィリアム・キャベンディッシュは、イギリスの貴族、政治家、ガーター勲章勲爵士、通密顧問官。キャベンディッシュ教王、ウィリアム・キャベンディッシュと、初代、オーモンド公ジェームズ・バトラーの娘、メアリの間に生まれる。父が、デボンシャー伯爵を相続した1684年から、デボンシャー公爵に上される1694年まで、キャベンディッシュ教の、 1694年から自身が就職する1707年までハーティントン公爵の儀礼称号を称した。1695年から1701年までダービーシャー州選挙区選出の1702年2月から7月までキャッスルライジング選挙区選出の1702年から1707年までヨークシャー州選挙区選出のホイッグ等所属庶民委員議員。 1702年に、この衛兵のヨーマン・オブ・ザ・ガード隊長に任じられ、1707年まで務めた。1706年には、イングランド王国側の代表の一人として、スコットランド王国との合同の交渉に当たった。1707年に、父親の死去により、第二代デボンシャー公爵となり、ジャスティス・イン・ウェア、ノース・オブ・トレントや、ダービーシャーの投函と、 主席治安判事を引き継いだ。また同年安女王によって、水密顧問官と王室家政長官に任じられた。1710年頃、ガーター勲章を授けられた。ジョージ一世は1714年の即位にあたって、デボンシャーを、摂章の一人としたほか、再び水密顧問官、王室家政長官、ダービーシャー党官、ダービーシャー主席治安判事に任じている。 1716年から1717 17年まで、初代スタンホープ博、ジェームズ・スタンホープと、第三代、サンダーランド博、チャールズ・スペンサーの下でスーで、ツ密院議長として、閣僚を務めた。1725年には、サーロバート・ウォルポールと、第二代、タウンゼンド施策チャールズ・タウンゼンドの下で、同じくスーミツ密院議長として入閣し、死去する1729年まで在職した。 1729年6月4日に、ロンドンピカデリーのデボンシャーハウスで死去し、ダービーのオールセインツ教会に葬られた。1688年6月21日に、ラッセル教、ウィリアム・ラッセルの娘であるレイチェルとセント・ジャイルズ・インザ、フィールズで結婚した。彼女との間に三男二女を設けた。他に諸子が一人いる。ありがとうございます。